告、感謝。当ポッドに対する親密度が上昇。
った。こんにちは。攻撃して止めるなんて乱暴ですね。ご利用をお待ちしております。いらっしゃいませ。
械生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。ここを放っておくわけにはいかない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 。ああ、エレクさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所に逃がしたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。ここを放っておくわけにはいかない。ここを放っておくわけにはいかない。
これで全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場は土地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。
やってみるか。その程度か。大丈夫か、パスカル。ああ、エトゥーさん。一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたのです。エトゥーさんが来てくださらなかったら、私たちもきっと。ありがとうございました。ここで籠城するにも、もう少し情報が必要だな。推奨、パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。なんだって。パスカル。ああ、エルトゥーさん。
敵の増援部隊本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰して。
考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃあキリがないぞ。
何があったんだ。わかりません。エーテルさんが来てくださらなかったらありがとうございました。疑問。機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか。いえ、実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。このコアは自我データを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。そうか。この工場は安全なのか。以前暴走した機械生命体が住んでいたのですが、トゥービーさんが撃退してくれて今は安全なんです。ここしばらくは私たちが資材置き場として使っていました。わかった。ここで籠城するにも。推奨。そんなに急ぐ。各地のポッドネットは。お前たちに長工程本工場廃墟に。なんだって。本施設への侵入を開始。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。あいつらを叩き、あいつらを叩き、考えるのは後回しだ。今はとりあえずこいつらを倒さないと。これじゃキリがないぞ。エイトゥーさん、私に考えがあります。しばらく時間を稼いでください。
型兵器まで。ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。子供たちが心配です。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。
自分たちのコアを。これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちに。パスカルを置いてはいけない。パスカルを置い…パスカル…お願いがあります。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。ありがとう。警告、 9S のバイタルに異変を感知。推奨早急なデータオーバーホール。他の大型ユニットの位置を検索。さっさと認証キーを集めて塔を破壊しないと。警告、バイタルに異変を抱えたままの戦闘継続は危険。いいから検索しろ。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。Thank you.
Thank you.
捜索を依頼されていたレジスタンス。死んでたんだな。遺品はドッグタグくらいか。報告。残存する送信記録からレジスタンスは後退しつつ戦闘を行っていた模様。最終送信元の座標解析終了。マップにマーク。よし、その辺りに行ってみよう。まだ生きてるかもしれない。ヨルハ部隊飛行ユニットの残骸報告。当機体よりヨルハ機体 2B の ID を確認。 2B の機体。飛行ユニットのメモリー内に未送信メッセージを確認。再生。こちらヨルハ部隊所属 2B。 この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もしヨルハ部隊所属ナイエスに会うことがあったら、私は彼に、彼へのメッセージはナイエス君と一緒に過ごしたって、私にとって光のような思い出だった。メッセージは以上。ツービー
Thank you.